今回はくせ毛天然パーマのジャニーズをご紹介します。堂本剛、キンキキッズ。堂本剛さんはくせ毛であると自ら公表しています。とても苦労があるほどのくせ毛だそうですが、さまざまなヘアスタイルに挑戦されています。時には長髪のストレートで後ろで結んでいることもあります。女性らしい髪型でもとても似合っており、かっこいいですね。松本潤、嵐。ドラマの役でくるくるパーマの役を演じることが多く、そのイメージが強い松本さんですが、実はくせ毛は部分的とのことです。全体的にはストレートに近く、少しだけくせ毛があるそうです。まっすぐすぎず、いろいろなヘアスタイルにできる髪質なのかもしれません。丸山隆平、関ジャニ∞。最近では太めのカールでくるくるとした髪型が印象的な丸山さん。ストレートに近いくせ毛があるようですが、宿毛矯正をかけてストレートであることも多いです。時にはパーマをかけており、年代によって幅広い種類のヘアスタイルをされています。大倉忠義、関ジャニ∞。トリートメントをするとくせ毛が目立つくらいの強いくせ毛の持ち主です。大倉さんがくせ毛であることはファンの間でも有名ですが、ストレートを元にしたヘアスタイルも見られ、くせ毛とは思わないくらいの素敵な印象を受けることもあります。おそらく宿毛矯正をかけた上でスタイリングをされているようです。山田涼介、平成ジャンプ。ストレートで大人っぽいヘアスタイルであることが多い山田さん。プロの美容師さんから見ると、特に生え際にうねりが見られるため、くせ毛の持ち主と言えるそうです。宿毛矯正などはかけておらず、くせ毛を生かしたパーマ風のスタイリングをしているようで、とても似合っていますね。中島裕翔、平成ジャンプ。宿毛矯正をかけないとキノコヘアになると雑誌で答えていたこともあり、くせ毛であることを本人はとても気にしているそうです。そのためヘアスタイルには誰よりもこだわりを持っています。特に梅雨の時期には湿気でうねりが強くなり、メンバーからは S 字みたいになると言われたこともあります。一時期は2ヶ月に1回ストレートパーマをかけていたこともあったそうです。藤ヶ谷太輔、キスマイフット2。天然パーマまではいかないようですが、もともと強いくせ毛で、特に前髪はアイロンでは全くストレートにはならないようで、宿毛矯正をかけているそうです。さらにボリュームが出すぎないよう、後ろ髪にはシャギーを入れているようです。しかし時折パーマもかけており、とても似合っています。ジュニア時代の写真には宿毛矯正のかかっていない髪がくるくるとした藤ヶ谷さんの写真が残っています。千賀健人、キスマイフット2。ストレートもパーマも様々なヘアスタイルをしている千賀さん。現在ははっきりくせ毛だとわかることはあまりありませんが、ジャニーズ入所前はくせ毛がかなり強かったそうです。当時サッカーをやっていたこともあり、あだ名がラモスだったそうで、かなりのくせ毛だったということがわかりますね。阿部亮平、スノーマン。阿部さんのくせ毛は膨らみがあるくせ毛と言われています。湿気の多い日は髪が広がってしまうことや、ヘアアイロンで毎日ケアをしていることなどを雑誌で阿部さん自身が語っています。テレビや雑誌などパッと見ではくせ毛かどうかはそんなにわからないですが、わからないようにするために相当な努力をしているようです。道枝駿佑、なにわ男子。天然パーマまではいかないようですが、程よい自然のくせ毛の持ち主です。とてもふわふわした印象があります。髪を伸ばしてあえてパーマかコテで癖を強くしていたこともありました。特に入所当時はパーマをかけていたようです。入所当時から綺麗な顔立ちでとても似合っていたそうです。国分太一、トキオ。パーマ風の髪型をすることも多いですが、もともと癖毛の持ち主です。普段のヘアスタイルはその癖毛をうまく生かした髪型にされています。松岡正弘、トキオ。トップを立たせたソフトモヒカンのイメージが強く、いつもワイルドな印象の松岡さん。坊主やツーブロック、ショートのソフトモヒカンであることが多いため、あまりくせ毛であるようには見えませんが、実はかなり強いくせ毛だそうです。特に雨の日は湿気でかなりうねりが出てしまうそうで大変とのこと。以上、
くせ毛天然パーマのジャニーズをご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。稲垣吾郎、スマップ。かなり強いくせ毛の持ち主である稲垣さん、パーマをかけることもあるそうですが、強すぎるので一度ストレートパーマをかけてからパーマをかけるそうです。ヘアセットに30分以上かかり、雨の日は前髪が重くなったりと、髪型にはとても苦労をされていたそうです。草薙剛、スマップ。草薙さんがくせ毛なのは有名ですね。最近では育毛シャンプーを使っていることも話題になり、くせ毛よりも薄毛でいじられることが多い印象ですが、若い頃はかなり髪が多く、くせ毛も相まってボリュームがかなりあったようです。香取慎吾、スマップ。香取さんもくせ毛の持ち主で、なんと新しい地図の3人全員がくせ毛だそうです。くせ毛を生かした毛先を遊んだ髪型が多いイメージですが、ドラマの役でロン毛にしたり、カツラをかぶれるようにモヒカンにしたりと、その時々に合わせて髪型を楽しんでいたそうです。いつも明るい香取さんらしいですね。